はい。皆様、お疲れ様でございます。いくいく選挙チャンネル、いくちゃんです。今日もですね、えー、静岡県川勝知事が、ちょっと動きがございましたので、えー、一本ね、はい、動画撮ります。ね、440万円を返還するの、しないのと、はい、えー、まあね、どっちでもいいことなんですけど、<laughs> あのね、あれほどの、 市位の方がですね440万、知事の給与としては、日本で4番目だそうです、静岡県は。2010年当時に2000万ちょっとだったから、今2000何百万かですよねで、もう十何年続けていらっしゃいますから、多分ね3億近く、えー、知事のお仕事をね、ね職に就いてから、えー、得られているんだと思うんですよね、で多分そのお給料だけではないと思うんですよ。 で、その方がですね。440万円をにこだわったが、ために今起きている。はい。去年ねやり過ごしていたあの不適切発言がですね、えー、自ら自分で燃料を投下しているということなので、えー、今日もね、えー、このネタでお話しさせていただきます。まあ、もう一回さらっていきますね。これ下からなんですけど実は？ えー、御殿場市は、えー、まあね、えーあの、コシヒカリ、米だけ作って農家だと思っているみたいなね、同じ県内なのに、浜松を建てるために、えー、御殿場市を腐してしまったと、はい、知事としてあるまじき発言であって、多分もうこの時点で普通は、えー、知事としてありえないと思うんですけどね、はい、でそれをです、ねえー、県議会の方で辞職勧告決議が成立いたしまして、 それで割びました。川勝さんを浴びて、給与ね、12月のボーナスと給与を返上するからということで、まあ、議会をそれで歩矛を収めたと。ところが、えー、実は440万というのは返上されていなかったということが指摘されましたと。これ NHK がね、見つけたんですね。割と最近、今月の話ですね。で、えー、これを指摘されたら、 返上することより職務を全うすることで果たすこと、えー、全うすることが正しいことだと、そう判断したと、でさらに、ですね、そんな金返すなんて県民と約束した覚えはないと言い切っちゃったんですね、それがですゆうべ、ニュースが入ってきて、ボーナス給与440万円を返上するというニュースがありまして、えー、本日の、ねえー、知事会見において、えー、その説明をしていました。まあ ずいぶんまた相変わらず記者さんの方もも、ね、厳しい質問を投げかけていまして、それに対して答えてはいるんですが、まあ、答えになっているような、ならないような、あいつもの本当にああいえばこういう議論を展開されていらっしゃいました。まあ、あのそそののの知事の、ねえー、会見の模様はあのリンク貼っておきますす、はいえー、れをねですね ちょっとよろしければご覧になっていただいて、えー、とその、ね、動画の何分だったっけな、8分から40分ぐらいのところです。まあ、それも、あのー、時間も期しておきますので、えー、ちょっとあの、ね、ご興味ある方は見ていただければと。で、またその動画ですね、知事会見ですね、その後に熱海の土砂崩れ、災害の件も引き続き行われていたんですが、ちょっと県の 対応が誠実な感じを受けます。私この件に関しては知事の返答をお、その会見をまだ二三度しか見てないんですね、二三回しか見ていないので詳しくはちょっと述べられないのですが、あんまり誠実な対応をしていないように見えます。まあ要はあのー、本来そんなところを埋めてはいけないところに埋める許可を出してしまったっていうのが単純に言うとお県の責任。 それを OK を出した県の責任なんだけど、それをこう逃れようとしているというか、不可抗力だというところに落ち着かせようとしている、ちょっと県の姿勢が、ですね知事とそれから県ですね、県の職員の姿勢が見えます。はい、これはもっと記者さんですね、各社追及してもいいような気がしますね。でこれ大きい事故でしたから あもうちょっと全国的に、えー、扱ってもいいのかなという気はします。はい、ということで、これ、明日7月12日ですね、議会にかかるんですよね、でその給与を返上するのもあの、ただ返せないらしいんですね、それと知事さんという立場だと、えー、どこかにそのお金を寄付するということもできないらしいんですね。 ということを盾に、知事はあ、まあ、お金返さなかったんだということなんだけど、明日の議会にですね、その条例,条例案を議会に、ま、あの要望というか、そういう条例を作ってくれと、知事の方から要望するようです。で、これにおいて承認されれば、440万円が返納されると。はい でえー、議会が承認しない場合はどうなるんでしょうか、えー、またさらにとあの闘争が続いて、えーまあ、議会は辞職するまで納得しないとか、まあ、もうちょっと他のは持ってくるまで納得しないとか、そういうことになるんでしょうか、まあ明日のお、ねえー、静岡県議会は注目ですね、私が近かったらあの見学に行きたいところですが、あれ、大丈夫かな、行ったら入れてくれるかな。 身分証明書とかいるんですかね県外の人はいれないんですかね今日、ちょっと、聞いときゃよかったですね。はい。えー、で、まあ、そのお、今日のね、これは知事定例記者会見の模様ですね。はい。ここは、ここ書いてきましたね。この動画の8分35秒から41分にかけて、えー、まあ、そんな暇じゃねえよ、こんな話。30分も聞かねえよって言われる方はですね、えー、まあ、一回だけ聞いて面白いと思いますよ。はい。 でえー、ところで、静岡県議会というのは、今年の4月11日に改選されておりまして、えーまあ、反知事と言われている自民、公明、勢力が43、まあ、定数68ですね。で、えー、新知事、富士の国けな、えー、なんだっけな、富士の国県議会クラブだっけな、とにかくその富士の国っていうところが、 まあ知,事あの知事派ですね、そちらが、えー、16名。はい、で、えーまあ、中立なのかな、えー、立場を表していない、えー、態度を表していない立民、えー、国民無所属で9名と。で、ここでですね、えー、知事の不信任決議案可決阻止に必要な数というのは18と。で、今、藤の国、 新知事は、16、知事派はね、16名しかいないから、2人足んないんですね。で、この9名が反対に回った場合、えー、まあ、明日の議会が紛糾して、不信任決議案が出された場合、で、その、この9名がこちらに回ると、反対に、えー、ね、えー、回ると、今、あの、知事さんはですね、えー、まあ、不信任ということになりますと。 この中で2人、えーね、もあの新知事、ね、知事派に、えーあの表あのね、願えるというのが変だな、こちらの判断をすれば、はいえー、可決は阻止になります。で例えばあ、えー、給与返上の条例案で、ねえー、承認の場合440万返納、未納の場合、もしかしたら不信任決議案が出されるよと。でえー されれば、あそのまま、はいえー、知事の、まあ、首はつながるというか、えー、立場は維持されますで。それが可決されれば、知事は議会を解散するか、そのままだと失職ということなんですね。はい、でそれがよりどころになる数字がこちらです。はい 18, ね、18の否決、可決措置に必要です。ということでですね。 き、えーまあ、今日は短いところなんですが、あ明日の議会が非常に楽しみになってきたというね、ちょっとね、えー、知事さんね、これまでの中で一番のピンチではないでしょうか、ただこのピンチもですねご自分で招いているというところでね、えー、440万ね、今、寄付できなかったとしても、あのこの440万、どっかの新しく口座作りますとか言ってね。 で棚上げしておいて、これは自分が任期を終えたら、どっかに寄付しますよとか、ねえー、すればいいわけですよね。それをね、しなかったがために、こういうことを招いていますね。やっぱ何がね、あの本、ー、当、不幸、えー、ね招くか分かりませんね。はい。えー、ね、あのー、自分もそういうことを気をつけていきたいと思う、今日1一日でございました。はい え皆様動画最後までご覧いただきありがとうございますはいお疲れ様でございました今日は短いんですがこちらで失礼します